内麦クロワッサン、これ我が家の非常食なんだよね。あ、そう。そう、非常食として買ってたのを、あったかいオニオンスープ飲もうと思ったけど忘れてきちゃって、結局朝ごはんはウィンナーとクロワッサン、あとあれあるじゃん、ヨーグルト。あ、ヨーグルトね。慣れてる。ちょっと寒いぐらいです。寒いね。
から来てくるわあ、すげえ。ああ、いいね、すごいね。ああ、やっぱりあれだね、春もいいけど秋もいいね。農業用のためだけどね。カモが泳いでる。カモ。右に行ったとか。そう。コンビニ待っていただければと思っています。気長によろしくお願いします。住み方。あっちで喋ってる。遅いと思ってます。音に釣られて。購入者特典で、商品券。を皆さん2500円分、受付でもらってると思うんですけど、この商品券は手で持って引っ張れる、うんうん、これ軽い、タイヤがついてるからなんとかなんだけどね。嬉しい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。あったまらっちゃった湯にもなってないですけどねこんにちは、大丈夫ですか。こんにちは。じゃあどうも。久しぶり。車中泊会議以来とはね。こっちもすごいね。なんていう種類なんですか。シェパードですよね。水素ホワイトシェパード。両方とも男の子で、2歳に9歳。ね、水素ファイトシェパードは優しい子の種類として撫でても大丈夫ですか。大丈夫、こっちはいいですか。はい、はい、はい、はい。アメリカとかちょっとダメなの。これは誰にも懐かない。危ないよ。はい、オッケー。ありがとうございます。またお願いします。かっこいいよね。販売もしていますので、アムちゃんからぜひ皆さんにお酒を出してほしいと要望リクエストがありまして、今日はちょっとお酒用意してありますので、よかったらぜひお酒も飲んで楽しん一日を過ごしていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。近距離出るんじゃないかというぐらいの完璧なスピーチ、さすが田中さん。ありがとうございます。私も田中です。田中最高。はい、じゃあ田中本家博物館、田中さんとハムさんと須坂市のみんなに感謝しながら最後まで楽しみたいと思いますので、じゃあ次16時ね、また集合お願いしますということで、ありがとうございました。またよろしくお願いします。これコーキングの実演ですね。あ、そうですね、もう本当にね、実演販売じゃなくて。ここが結構入るんだよね。
これでテープ剥がすのは明日の朝ぐらいでいいんですか？いや、もう終わったらすぐに剥がしちゃわないと固まっちゃうから。あ、そうなんですか。そう、このね、下側がね、一番ね、このなんつうの、いっぱい持っておかないと、うん、中にね、入っちゃうんですよ、コーキングが。この物自体がね、中に入ってっちゃうから、いっぱいやる代わりにこうやってね、リスク高くって、ああ、その小さげ取る量が出るところですね。そう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 、これをね、一発でね、全部ね、モリモリモリって持ってっちゃうと車に全部ベトーってくっついちゃって、後で取るのがすごい大変なんで。あ、そうすると綺麗に流されるんですね。そう、1本でもうできちゃうから。うわ、綺麗ですねこのね、うん、うん、2台目でやっとなんかコツがつかめ始めたんですよ。自分のがプロトタイプだから自分のがプロトタイプだからね。ママワーさん来てるぞ。いや、全然恥ずかしいぐらい。ママワーちょっとこれで行きましょう。これで行きましょう。ちょっと気づくまで、気づくまでこれで。サーモンと父さんの好きな味と、あと無限キャベツ、無限レタス、無限レタスにキャベツを入れたやつでしょ。あ、これがキャベツ、キャベツだ。いただきます。これはな、どうやってかけられたの。あ、これ、あ、そ、あ、それいいね、それいいじゃん。自信なくなっちゃった。あれはね、うん。
これは伊藤さんとこの、なんだっけ、湯葉。で、こっちが、確認いただいて。ジェルバ持ってくる？うん。こっちは、菊丸さんの。丸さんと。じゃあ、いや、ね、滑ってください。いや、これでも趣味。いやいや、あったかいっすよ。どれがこれなんですか。多分その道に行くと、ちょっとも開けちゃったんで抜けてきてるんですけど。あ、本当だ。これは美味しい。うん、やばい。これ美味しい。これちょっとどれが美味しいんだ。もうね、どれも。あ、おつまみ、おつまみ今やります。うまい。めっちゃうまい。こうつけがたい。結局この料理とか。そうですよね。そう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 。あれこの七味に柚子入ってます。入ってます。めっちゃうまい。柚子入ってます。さっきすごい話題になりました。一周回って今。一周回ってる。壁を置いといて。言ってよトレーラー仲間なんだから。そんなことない。いや、そんなことない。ちょっと、経験がらがらされてる。そういうとこだよ、そういうとこだよ、急に。なんだよ。なんだよ。ほら、ご本人から言われてるから。うん。はい、皆さん続々と起きておりますね。あれ、あ、通り過ぎちゃった。どんぐらい？何分後に来たらよろしいですか？そうそうそう、それぐらい。ゲリ瞬間撮ってる。半分はかけて、半分はかけない。混ぜて食べる。オッケー。おはようございます。すごいね。すごいね。外で食べるの美味しいね。おはよう。
ます。オニオンコンソメスープ。おいしい？うん。でもまだ熱いかも。おはようございます。すごいですね、これ。何ですか、これで料理できるんですか。ソラクッキング本当だ、すごい。スモークもすごい茶色いと、本当種類増しまだ大変ですけど、もうこれでこうして、チーズとは当たり前の香りが混じってしまいますけど、ええ、これもこうやってやるだけで、すぐ中がシートと作ってあります。え、これこういう商品なんですか。ね、コールマンのファイアディスク、焚き火ですよね。はい、ですよね。ですからオリンピックの時、再開式じゃないですけど、それタバコ火つけてたんです、吸ったんですけど、いやソーラークッキングが今回チャレンジしてみようと思って、ね、最初焦点なかったんですけど、うん、今あるものを組み合わせて。焦点、もうこんな感じで。わあ、すごい、あっという間。すごいですね。お仕事、中トロトロですから。いただきます。串は私、いただきます。ありがとうございます。どうですか。あっという間。でも、オチは、当たり前やスモークチーズ、焼きたい、飲んでる夜には使えない。夜は使えない。はい。これがオチです。晴れてないとダメ。はい。だからツイッターなんかね、これカメラの三脚ですよね。そうです。それに、この100均で買った、昨日買ったんですけど、カップ、カップ、それ真ん中穴開けて、でネジの穴に通してグーグーと止めて、それであとは結束バンドで。これはすごい。自作ですよね。それでこれ100均のやつですよね。100均のやつです。ドリンクホルダーですよね。今こうなって。なんか商店の台作りたいなと思ったら、これとあとこの買ったった網を、ね、これあれですよね、台所のスポンジとかやるやつですよね。でちょうどあったんです。さっきまでは合わない合わないって言って見てる人がなんかスーッて行っちゃったんですけど、この距離感もあるんですよね、太陽の向きとかね。もうこれが大体固定だもんですから、だからまあこれでこれからあちこち瞬殺、はい、すごい。プロマンの焚き火台が焚き火台使う前にそうですね。茶色くなっちゃダメなんですもんね。だからこの鏡みたいにピカピカのうちにやらないと、楽しんでから焚き火をする。はい、勉強になります。はい、どうぞ。ありがとうございます。いいね、すごいね、3人とも違うとこから来て友達になれるのいいね。方面は一緒。方面は一緒、もうそうね、こっちから帰るとね、方面は一緒だよね。東京と栃木同級生。ね、すごいね。高校生。高校生、うん。でも年齢違う友達も大事だよね。離れてるけど。ね、あれ何？その世代のやつは大きいかもね。なんだろう。食べれんの？はい、いただいていいですか。どうぞどうぞ。どうしよう、ちょっと上手に取れるかな。はい、なんで。いただきます。おいしい。暑いよね、絶対暑いよ、慣れたもんだよ。うん、おいしい。大さん、大さん
あ、あれあれあれ。に一人面差いるのかな。いた。姉さんと写真撮ってた人。スザカイジャーのステッカー買ってきて。スザカイジャーあれリハーサルめっちゃ面白かったよね。俺ハイタッチしたよ。本当にごちそうさまでした。またよろしくお願いいたします。失礼します。